はい、皆さんこんばんは。今日は2018年の11月の25日の20時50分です。よろしくお願いします。帰宅しました。まったりやります。よろしくお願いします。はい、こんばんは。あ、素敵、ありがとう、ありがとう、ありがとう。人魚姫いらっしゃい。いつもアイテムありがとうね。忙しかったかな、忙しかったかな、うん、人魚姫は忙しかった。忙しかったよ。でもね、楽しいことがあった。家事に追われてた。平日できない家事に。お母さん、あれ、人魚姫ってお母さんだっけ。ごめんね、適当に言ったからあれだけど、お母さんだったかどうかもわかんないけど、こんばんは、みーすけ。3人息子いるんだ。3人息子いるんだ。お母さんだね、立派な。明日出発だね。うん、結構でかいんだね。金魚姫若い人だと思ってた俺。いや、もう夜行間に合わないから、疲れたから申し訳ない、申し訳ないっていうか申し訳なくはないんだけど、別にあれで行くよ。なんだっけ、なんて言うんだ、あれだよ。あれあれで行くってば。なんて言うんだっけあれ、新幹線では行かない、鈍行かな、普通の平日バスないのかな、電車、電車、いやもうちょっと今日朝からずっと撮影やってたから、うん、ちょっとね、ちょっとね、いやもう金が足りない、支援してみんな、マジで金がやばい、マジでやばい、交通費稼がせて、交通費。なんだろうね、もう今月調子いいと思ったんだけどな、デイリー上位入ったりしたから。全然普通のリスナーさんが全然花火くれなくなっちゃったよ。っていうか普通のリスナーさんがほぼあれだよね、ヤバタンだよ、ほんとミースケと笑い男と、あとなんだろうね、誰だろうね、うん、
誰がいるだろう。もうダメだ、マジで食いっぱぐれるかもね、来月ね。やばいよ。バイトかな、バイト、アルバイト生活かな俺も。ついに、まあしょうがないよな。厳しいぜ。あれ、カスタムファイル、すべてのファイル、うん、あれ、ギフ動画をアップロードしてくれ。あ、うん、八王、うざい、お前ブロックしていい、警告1年。八王ね、あの絡みたくねえわ、悪いけど、うん、はい、ブロックです。はい、さよなら。はい、はい、さよなら。はい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 。だいたい俺にあかんっていう人、あのそっちの方があかんっていうタイプね。はい、さよなら。もうどうでもいいよ、ほんとに。あれ？アップロードされてないな。あれ？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 なんかバグってる。くだらんアンチコメントとかいらねえかんな、ほんと。アンチコメント書くんだったら、もうアイテム投げて。もう疲れたから、俺。マジでアンチコメントとかもうファンチとかそういうくだらないのやめよ、くだらないのマジで。あれ、ネット止まった。あれ、どこ行った。あれ、アップロードできないのかなこれ。動画をアップロード、え、これアップロードできないの。ラック、疲れるっていうかさ、損しかないじゃん、アンチも俺も。で、一番嫌なのが、俺もブロックしたくないの、本当に。せっかく見に来てくれたらさ、楽しんでもらいたいけど、一番嫌なのが、その、いいリスナーさんが離れてっちゃうじゃん、怒ってばっかりいたら。いや、それでさ、放送盛り上げてくれてさ、面白いから花火投げるとかだったらさ、全然いいけどさ、もうさすがにさ、いいよ、もう。そう。全然いらない、何の役にも立たないよ。もうアンチとか古いんだって。ふわっちはお金稼ぐサイトなんだから、いつまでもニコ生のノリ引きずってんじゃねえよって感じだよね。てかニコ生でやれよって感じだよ。あんだけさ、ニコ生のやつら、いや、もう時代変わった、完全にアンチで盛り上がらなくなった。もうね、そのなんだろう、普通に聞いてくれる人を大事にしてく時代なんだよ。要はね、本質の時代なんだよ、もう。あのね、昔みたいなね、プロレスも通用しないし、もうダメだよ、もうダメ。もう俺は、あの、応援してくれる人だけでいいよ。本質の時代だよね。いや、ほんとほんと。ほんとにそう。はい、ワード2、アグリン、いらっしゃい。うん、もう疲れたよ。もうアンチはもう、もういらない。普通のリスナーさんだけでいい。そうそうそう。っていうかね、あの、放置しすぎたよ。あ、リスナーさんのお見舞いですね。あの、タムタムっ
ていうリスナーが脳梗塞でぶっ倒れちゃって、でお見舞いに、さすがにさ、なんだろう、恩を返すのはこの時だなと思って、たまたまずーっと応援してくれてたからね、どんなに俺が叩かれても、どんだけ俺がなんだろう、叩かれてたもずーっとアイテム投げてくれて、コメント打ってくれて、ずーっと擁護してくれてたから、あー、じゃあたまたまにね、恩返しできるなら今しかねえと思って、さすがにリアトスとかさ、なんかそのなんだかんだってくだらないのはさ、いかないけど、そうそうそう、うん、今しかねえだろう、タムタムに助けてって言われたかんね、うん、いやだってさ、自分の人生に何かあった時に会いたいって言ってくれたんだよ、助けてはどう、何できるか分かんないけどさ、会いに行くよ。ロハコさんの時とかも後悔してたから、たまたま大丈夫だって俺は信じてるけど、いつ何があるか分かんねえし、人間。やっぱね、会いに行きたいよね。うん、飯飯、うん、もぐもぐ、うんうん、なんだっけ、みーすけ、あのお土産の名前、なんかアルタに売ってんだよね、焼きティラミスね。オッケー。した。うん。いや、繰り返したくないっていうかさ、なんだろう。なんだろうな。いや。ここで行かなかったら、まあ冠婚葬祭俺断ってんじゃん。でもさ、やっぱそのリスナーさんが本気で困ってたりさ、助けてほしいっていう時は動ける男でいたいよね、うん、そうだね、うんうん、あのさ、エルヴィンさ、今話し終わったところだから勘弁して、うん、ないわ、今そのトークが終わった瞬間にループはないわ、うん、それはないわ、それはないわ、うん、来て、ワドツ、来たらワドツ、枠が終わるときはオツ、オツで、5分ロムル、うん、基本、うん、基本の木、配信リスナーの心得、その1、来たら必ず挨拶、うん、で、5分ロムル、去るときはオツ、マナーです、うん、いや、みーすけさ、いや、サインぐらい書いてあげればいいのにって書いたじゃん。ああいうコメントなくない？みーすけ。なんでそういうこと書くの？うん、あ、いいね。そういうリスナーさんの、そういう空気の読み合いは優しいね。みーすけ、いいよ。
みーすけの優しさポイントが上がったよ。好きだよそういうの。あざす、あざす。だって俺サイン書かないって言ってんじゃん。サインぐらい書いてあげればいいのに。腹立つわ、腹立つわ。結構俺ショックだったからね。ちょっとコメント返せるタイミングじゃなかったから返さなかったけど、結構引きずってるから。みーすけのサインぐらい書いてあげればいいのに。今の話聞いてて俺がサイン求め、ちょっとエルビン調子悪いの今日。エルビンどうしたの、調子悪いの今日。ちょっとエルビン調子悪いでしょ、コメントすこぶる調子悪いよ今日。ダリ今やばいよエルビン、ツーストライクだよ。俺がサイン求められたに決まってるでしょ。なんで俺が誰にサイン求めんのよ。リスナーさんに和藤さんサイン書いてって言ったら断ったの。書かないよサインなんか。サインなんかなんで書くんだよ。書かねえよサインなんか。何勘違いしてんのよ。そしたらね、みーすけさんにコメントでサインぐらい書いてあげればいいのに。傷ついたね俺は。うん、あ、名前だけでもいいよっていう、あのサインって名前だからね。ワド、サインぐらい書いてあげればいいじゃんみたいな。やめてっつって。傷ついた、すごい傷ついた。うん、何やめてもう。でも統合フェスでも全く同じ現象あったからね。別の人にも頼まれたら断っちゃう、断っておりました。サイン書く？俺がサイン書いたら、あ、こいつ変わったなって思っていいよ。うん、断る断る。俺のファンが俺にサイン求めるか？サイン書かねえって普段から言ってんのに。うん、俺はどうだよ、うんうん、いや俺ら芸能人じゃねえから、うん、卵味噌の友達とかもほんとやめて、恥ずかしいから。そのコメント消して、初めて見た人が勘違いするから。書かないで。そういう恥ずかしいコメントやめてください。ありがとうございます。何か10個ありがとう。なんか表示されない。なんか10個延長します。うん、バカ10個ありがとう。うん、
だってサインを書いた時点で、これ本音で話すよ、サインを書いた時点でもうリスナーさんと俺は芸能人、お前は客みたいな関係になるんだよ。俺どんな人にもサインねだらないよ。まあ分かるパターン、店やってる、何、じゃあ他のトーク振ってよ、うん、他の話題振ってよ、こんな、こんばんは、どうも、うん、なんでさ、うちのリスナーってトークを止める流れなの、うん、なんかオリジン弁当、うん、なんでトークを止める流れなの、トーク盛り上げてよ、乗っかってよ、やりづらいわ、何も話せなくなっちゃう。何話せばいいんだ。だって、うん。でしょ？ジャパパ面白いでしょ？うん、でしょ、あ、そうだ、板ババアのリュック今日使ったんだ、板ババアにお礼のメールしないと忘れてた、ありがとう。ありがとう。ありがとう、みーすけ、いつも。ちょっとでも会議開かないとな。どうする今後の俺の活動。うん、ゴルフをチェックしてるね。最高だった。超面白かった。超面白かったね。俺はゴルフ一生やらないと思ってたけど、33歳ついにゴルフ童貞を失いましたよ僕。すげえ楽しい。舐めてた。みんなゴルフやったことある？めちゃくちゃ楽しいよ。ひそかにひそかり、うん、いいだろう今の、うん、ひそかにひそかりっつってね、林真澄さんいらっしゃい、絶対食べません、あなたの作ったカレーは食べません、うん、ハヤシライスは食べようかな。ダメでしょそのギャグ。キャラモノっていうジャンルのねリスナーさんの、
ゴルフ面白かったな。ライン来た。何の話してたっけ。あ、そうそう、今後の俺どうしていけばいいかな。もう無理だよ俺、もう無理だよ、もう本当にもう配信に対するモチベーションマジでない、ゼロゼロゼロです、ゼロ。もうついに心が折れた。あのね、折れそうは今までいっぱいあったの。心折れそうだなっていうのはいっぱいあったけど、もう多分ね、折れたね。心が。俺の繊細な心。プロゴルファー目指すか。たむたむお疲れ。プロゴルファー目指すか。そうしようか。それがいいな。あ、プロゴルファー目指そうかな。それいいね。ポキッと折れましたよ、僕は。もう本当に。心がポッキリ折れました。プロゴルファー目指すか、今から。いいじゃん、いいスイングじゃん。初めてやったにしては悪くないんじゃないのこれ。モデルです、はい。チョコレート食べない、チョコレートは食べない、いやもうね、俺はね、神に愛されたリスナーに本当ハグしたいね。いつも俺を守ってきてくれた、そう、どんな状況でも俺と同じ目線で見てくれてありがとう。神に愛されたリスナーだけは俺とエフェカシーが一緒、俺と同じ目線で同じ目標を見てんの。そう、配信で成功してランボルギーニに乗ります姿が見たいんだよね。俺も見たい。そう、配信で稼がないでも意味ないからね。やっぱそうでしょ、ランボルギーニに乗ってる姿見たいよね。俺も見たいよ。だから俺と見てる世界が一緒だよ、本当に。そう思う。素晴らしい。そう、ザワード、いや配信で稼ぎたいね、本当に。配信で稼ぎたい、配信王に俺はなりたい。そう、配信王になりたいの俺は。そう、配信でご飯食べてますが何かっていう姿勢でいたいの。本当俺かっこいいな。なんでこんなかっこいいのにアイテム上がんないんだろう。おかしいよ、ちょっと。かっこよすぎるのかな。
なんかそんな気がしてきた。うん、かっこよすぎてもダメなのかな。いい線いってると思うんだけどな。残念だな。いい線いってるつもりなんだけど。ライン、LINE 来た。ワン太郎の写真が実物だから、ワン太郎の写真に写ってでもかっこいいんじゃないの。なんで変だった、ワン太郎の写真、うん、別になんか変なとこないと思うけど、かっこいいじゃん。俺今ワン太郎がツイートしたの見てるの。アイテムありがとう、アイテムありがとうね、愛してるよ金魚姫。ババアだけど愛してるよ。ババアばっかりだな本当に。ババアしかいねえよ本当。どうなってんだよマジで。だってババアしかいないんだもん。いいんだけどね、ババア好きだから。嫌いじゃない。ああ、ババアは金持ってんの？証明してそれ、うん、ババア金持ってんのかな。金持ってるババアは来ないみたいだね、うちのところ。、うん、ババアに貢がれてえな本当。まだまだよんじゃないよ、ガンガン来いや、そろそろ押し上げろやお前ら。お前こんな、お前かわいいかわいいワドちゃんがこんな配信会で舐められて悔しくないの、悔しくないの、君たち悔しいでしょ、悔しくない、そうでもないか。あ、そう、うん、そうか、うん、やはね、なんだろう、調子悪いな。なんかサムネが表示されてねえし、アイテムが表示されねえし、全然ダメじゃん、全然ダメじゃんこれ。今日だこれどうなってんだよこれ。ちょっとサムネが表示されてないよ、頼むよ。何いつもの配信って、いつもの配信だよ、うん、ああ大丈夫だよ、復活があるから、フェニックスだから、フェニックス、人生長えから、うん、大丈夫だから、俺らが思ってるよりもはるかに人生は長いから、うん、そして一生懸命生きてるやつの人生は短えから、そう、人生って不思議。そう、フェニックス、いやもういいやと思って、うん、もう音声のみでいくよ今後は、音声のみでいく、うん、もう何やってもアイテム上がんないから俺は引きこもることにしたの。俺のこれは心の心模様だから、もう顔出せないよ、恥ずかしくて、うん、こんな毎日ね、1000円とか、うん、だからもうここ最近ずっと顔出してないじゃん、うん、もう減らってるとかじゃないんだって、もう心折れたんだって、もう閲覧100とか200とかあってさ、誰もアイテム投げないで1回4時間配信したら350円かかんので、この前なんかマイナスだよ、マイナス、もう配信やってるさ
モチベーション湧かねえ湧かねえマジで。心折れるよ。ミースケと笑い男だけだよ本当に。ミースケと笑い男だけがアイテムコツコツ投げてくれてんだもん。俺はだからいつかミースケ抱くかもしれないよね本当に。抱くんじゃないかな。リスクを背負ってそれくらい減らってるよ俺。ミースケが抱いてってライン来たら俺抱くかもしんねえわ、うん、いいのそれで。いいのかよ、うん、ほらね噛み合わないでしょ。調子悪いんだって。調子悪いんだって本当に。本当に絶不調なんだって、うん、肝心のミースケいないし、うん、お前らさ部屋の中で笑うじゃん。だから滑った感じになるじゃん。あの笑ってかけよ、うん、滑ってるみたいになってんだって本当に本当に、うん、はい。うん、ちょっと遅いよね。そう俺の遅いよ。俺のギリギリの本気のギャグだったわけじゃん今のは、うん、リスクを背負ったギャグだったのに、うん、いやもう仕事はちゃんとやって本当に。そこは笑って書かないで滑ったみたいなんてアンチがまた喜んじゃうから。もうちょっとね囲い作ろう。もう囲い作るわ。うん、うん、もうちょっと頼むよ本当。頼むよマジで、うん、もう今家の前にいるかもしんないんだよ。ミースケが窓ガラガラって開けたら俺ずぶ濡れで雨降っててザーって言ってワドツなのってなるかもしんないよ。いつからワドツなの。そんな上がって体拭かなきゃ、うん、ギュ玄関で BGM はいつからそんなところにワドツなのよ。ずぶ濡れじゃないワドツは、うん、どうしたのよ、うん、BGM 河村誠の2分の1だね、うん、いいのそんな素敵なことが起こっても。禁断だよ禁断。のりこ激おこだよこのギャグ。本当にそれが笑一つもなかったんだよ、うんうん、ギュって草やめてやめて、うん、そうやめて草っていうの本当に傷つくから。あの30過ぎて草はね本当ねシャレになんないから本当に気をつけないといけないから本当に気をつけないといけないから、うん、なんかおでこから変な油がいっぱい出てくるんだから。いろんなところから油本当に30超えた男はダメだな。油がすごいんだよ本当に、うん、いやマジでね30過ぎてねほんと油がひどい。ラブソングだよほんと。うん、あごめんのんちゃん。ほらほら耳の後ろやばいよ。ほら体張ったギャグだ。じゃあのんちゃんギャグでしょ。のんちゃんのんちゃん。うん、もう気まずい。本当に本当気まずいよ。渾身のギャグがのりこ怒らせただけ。収穫ゼロですよ収穫ゼロ。もうやめてよ本当に、うん、気まずい本当に。あのんちゃんあのうんサポマイナスしか怒らなかったね今の渾身のギャグ。うん、あーもうギャグも言えないのかよ。ギャグも言えなかったら配信できないよワドちゃん本当に、うん、どうしよう、うん
もう困ったね。あのんちゃん、あの明日静岡行くからさ、あのシャカトペコ頼むよ。明日の朝さ、シャカトペコの水とあの餌買えるから。いやー封印ですよ、ほんとキレッキレの自虐ギャグやったのに、うん、あのなんだろう、あののんちゃん頼むよ、のんちゃん、うん、ほんとに。あそう、のん俺嬉しいニュースがあるんだよ。のりこが、うん、はい、いい子のんちゃん、いい子、うん、のりこがね、アーティストの活動復活するかもしんないから、つい、あのね、あのね、すっげえ面白いね。俺のりこと昨日買い物に行ったの。ユニクロにあのパンツを買いに行ったり、回転寿司食ったりしたんだけど、あのあのね、あのね、あのオーガード社っていうのがあるんですよ、新宿に。あの簡単に言うと、あの電車の橋なんだけど、オーガードっていうのがあるんだけど、そこをあのなんかね、市かなんか、オーガードか管理してんのか、芸術作品が展示されてんだけど、そこに、とんでもないね、とんでもない、アーティスティックな作品があったの。なんかね、多分なんだけど、子供の絵が、描かれてたんですよ。子供の作品が飾ってあったんだけど、のんちゃん、タイトル名言ってあげて。俺らが気に入ったあの作品。タイトル名書いて。もう衝撃的だった。俺足がピタッて止まったもん。子供の絵がバッバッバッって並んで、最後の最後、要はね、西新宿側に展示されてた作品が半端じゃないパンチ力があって、その時ものりことすげえってなったの。明らかに子供が描いた作品なんだけど、うん、でそのすげえって足止まって、何時間か経って夜寝る前に俺笑ったもんね。でのりこと二人で意気投合で、のんちゃんがその作品に対しての評価が、やられた、悔しいって言ってたからね。そう、白いポメラニアンっていう絵なんだけど、ざっくり言うと油絵なの。ざっくり言うと油絵なんだけど、あのね、すっげえ雑な可愛らしいノートの隅っことかに書いてある落書きレベルなのね。あの絵の輪郭っていうのかな、アウトラインは完全にもうあのモブなんていう、ゆるキャラなの、ゆるキャラタッチなの、アウトラインは。でキャンパス、でっかいキャンパスの真ん中に顔がめちゃめちゃでかいゆるキャラのポメラニアンが書いてあるんだけど、なんで俺があって足止まったかっていうと、すげえ可愛いのよ。ただもう落書きレベルのアウトラインなんだけど、あの筆のタッチが油絵でゴッホ並みに重厚感があるの。そのね、めちゃめちゃすごくて、なんだろう、引き、なんだろう、遠くで見るとただのなんか女の子がちょっと授業中に描いた落書きみたいなのなんだけど、それの筆のタッチがめちゃめちゃ厚塗りなの。で本当にただ顔がでっかくて足がちょこんってついてるポメラニアンがバーンってこっち見てんの。いやすっごい良かったよ、あのね、オーガードした、ね、そう、クレヨンしんちゃんに出てくる白みたいなののもっとなんか可愛らしいゆるキャラみたいなやつなんだけど、明らかに筆のタッチを見ると明らかにその子絵を習ってるのよ。明らかにもう筆の走りが半端じゃないので、ポメラニアンなんだけど、後ろのバッグが多分ね紫っぽい感じなので、厚塗り厚塗りで筆が走りまくってるんだけど、あの書かれてるのはゆるキャラのポメラニアンっていう、あれは驚いたね、あれは驚いた、マジでね、見たら足止まるよ、ほんと。俺ね、素人の人っていうかアマチュアの人が書いた作品の中で本当にね、脳裏から離れなくってこう。のんちゃんすごかったよね、二人でピタッて止まってさ、まず俺が気づいたのよ。俺 絵とかさ、そこのオーガードでいろんな展示あるから結構好きなの。ただ今回外れだなと思ってたけど、大当たりだよ、大当たり。いやマジでね、もう明日行った方がいいよ。ていうかいつまで展示されてるか分かんないから、マジで白いポメラニアンは
本当にね、脳裏から離れないから。ねえ、のんちゃんね。で、のりこも言ってたもん。多分あの子が売れるって。多分小学生、多分だよ。多分小学生の絵なんだけど、この子売れるって言ったの。で、俺も同じ評価なの。ツイートしようかな。多分バズってね、とんでもないぐらいね、リツイートされると思うよ。白いボメラニア。でもね、俺ね、思ったんだけど、俺とのりこの見解は一緒で、多分ね、その子の才能は潰れちゃうんだよ。写真撮ればよかったね、白いポメラニアンね。こんなにじわじわ来ると思わなかったよね。白いポメラニアン撮ったの一昨日だから、ちょっと明日さ、タムタムのところに行く前に、俺、ちょっとオフガードして寄るわ。白いポメラニアンツイートするわ。ちょっと。マジでびっくりするから、白いポメラニアンは。でもね、あの子はね、絵が上手くなってね、多分あの画風じゃなくなっちゃうんだよ。多分普通にポメラニアンが描けるようになっちゃうんだよ。でもね、俺とのりこは言ったの。もう完成してるのよ。その子の画風が。ゆるい、ゆるゆるのアウトラインに重厚な、とんでもなく重厚な、ゴッホを彷彿とさせる、筆の走り方が最高に、もうギャップが半端じゃないの。もし展示されてたら明日、じゃあツイートするよ。笑うぜ、マジで。愛めんどくせえからブロックな。マナー守れよ。めんどくせえわ。俺とのりこ何年付き合ってると思ってんだよ。俺とのりこ何年リスナーを経て何年付き合ってると思ってんだよ。引っかき回すんじゃねえよ、くだらねえ。ねえ、明日白いポメラニアンやろうね。もうほんとね、最近のリスナー性格悪いし、配信楽しむ気ねえし、アイテム投げねえし、クソだよ、マジで。もうがっかりだよ。本当に。で、なんか女の子、おっぱいでかい女の子、可愛い女の子、イケメンの男に売春させてんだぜ。色恋だっつって。もう悔しいよ。こんなん配信じゃねえもん。のんちゃん、そんなことじゃ壊れない。俺とのりこはもう信頼関係完全にできたと思ってるよ。マジでパートナーだと思ってるよ。昔は、違う、だから誰に言ってるのかちゃんと把握してよ。タムタムに言わないでしょ。会いに行かないよ、だったら。いや、違う、そういうことじゃなくて、俺が言ってんのはアンチに言ってんだよ。アンチっつうか、こういうくだらねえコメントだよ、くだらねえコメント。もうね、もうやっててストレスしかないんだよね、本当に。閲覧減らしたいもん、マジで。ゴミみてえなリスナーいらねえよ、マジで。本当にいらねえ。心の底からいらねえ。何人いた？もうさ、ここにいるメンツは古いじゃん、そこそこ。何人、俺は花火師やめない。俺はアイテム投げ続ける。俺は和道に何があっても俺は和道が好きだ。全員手のひら返したの。それを言うリスナーほどいなくなるだろ。言った通りだっただろ。もうあいつらの、ああいう上辺の、そんな半端な好きなら応援すんな、最初から。ちょっとやちょっとで嫌いになるぐらいだったら、初めっから好きなんて言うな。その程度なんだよ。てめえらの好きなんてよ。くだらねえ。もう、俺は、そういうのも信じねえから。マジで。そう思わない？今ここに残って俺のこと好きだって言ってくれてる人。何人離れたよ。本当に上っ面だけ。気持ちがねえんだよ。本当に。人の気持ち考えれないんでしょ。もうマジで顔見たら叩いてやりてえかんな。ぶん殴ってやりてえよ、マジで。はい、炎上します。いや、もう消えてくだけじゃん。それを言うやつほど消えてくから。だから言ってるじゃん。いや、お前いなくなるよって。それを言うリスナーで、いついた試しがねえって。好きですとか。簡単に好きになって簡単に裏切られんだから。人を見る目がないんだよ。本当に。やってる方からするとね、どんだけね、そういうの傷つくか考えた方がいいよ。マジで。バカ5個ありがとう。マジで、人の気持ちがわかんないんだよ、あいつら。あと、なんかちょっと他の配信者に言われたぐらいで手のひら返すの。あ、そういう人だったんだって。は、お前今まで何見てきたんだよ。もうだからね、もううんざり。もう本当にうんざり、俺は。マジで。もうモチベーション全然わかねえ。ドスランプだよ、ドスランプ。もうさすがに無理。
もう無理マジで。もうまったりやりたいよ、まったり。ネットってもともと慣れ合うためのツールだからね、そう思いません？あ、イライラする。よいしょ。いやもうね、延長代くださいとかも言わせるのが恥ずかしいと思って、本当に。だってそういうことでしょ、あの応援してる人。いや応援してる人にもちょっと説教させて、これはちょっと本音で語っていいっすか、本音で語っていいっすか。ちょっと今日は本音トークで、ちょっと溜まってるものがあるんで、僕にも聞いてくれますか。痛いとこつくけどいいですか、いいですか、言ってもいいですか、言ってもいいですか。じゃあ今度はじゃあ俺のこと応援してる人に愚痴らせて、ちょっと俺も溜まってるから。いや、あの応援してる人に言ってんの、近藤さん。あのね、あのね、俺にアイテムくださいって言わせるのってアンチからすると小じきだっていう言い分なんだよ。でしょ、言わせてんの囲いでもあるぜ。そう、それは言わせてももう俺も限界だから。うん、何それが楽しいのってなるじゃん。わかるよ、みんなも貧乏だし、みんなも辛いの。でもね、もうね、そのコメントもない、アイテムも投げない、でも100人閲覧があるっていうのは、なんて言えばいいのかな、100人閲覧があるっていうのはいじめですよ、もう配信者におけるいじめ、うん、もういじめとしか俺は思えない。そう思いません？もうね、きついって。もうそれで頑張れだとか、あった、リスナーさんありがとう。嘘でしょ、白いポメラニアンあった。うわマジで、すげえ、見つけた人いたわ。行くよ、行くよ、行くよ、白いポメラニアン行くよ。うわありがとう、リスナーさん、すっげえ、白いポメラニアン見つけた人いたわ。マジか、これマジで心臓止まるかもしんない。行くよ、行くよ。ちょっと待って。行くよ。マジ心臓止まるぞ。行くぞ。5、4、3、2、1。白いポメラニアンです。やばくないこれ。俺が足止まるの分かるでしょ。のりこと俺の足止まるでしょこれ。赤なんだよ。赤、黒、白、和道カラーですよ。これがこっち見てたんだよ。本当にこの子天才だと思ったもん。うん、このタッチすごくない？うん。新宿、あ、新宿区生活実習所。子供じゃない、うん、あ、うん、いや、アートだからね。いや、俺は好きだよ、俺は、俺はこの作品大好きだから言っとくけど、うん、だから、いや、いや、俺ね、これはねこれはね、あの、すごく大事なんだけど、いじってはいけない感じだったのかなこれ、うん、あ、いやでもね、あ、俺ね思うんだけど、これはマジな話ね、うん、たとえ障害者が書いたとしても俺はいじるよ。はい、滑った？滑ってねえだろ。いや滑ってないだろ、うん、滑ってはいないだろ、それは違うだろ、うあのね、でもね、障害とアートは紙一重だから、
本物の天才だった。うん。いやでも俺は白いポメラニアンを忘れないから俺は。うん。あのね、なんだろう。いや、あのね、なんだろう。俺はでも、なんだろう。もうこの話やめよう。うん。うん。静岡どこ行くんですか？静岡県、静岡市かな？静岡県静岡市だと思う。うん。ザ静岡でしょ、多分。静岡って観光地何があんの？静岡どこ寄ろうかな？明日多分満月なんだよね。静岡観光で調べるか。静岡観光、うん、なんかあるかな。写真スポットとかで検索した。うわ、何これ、何この、え、海が、何これ、川、吊り橋、穴場、何これ、この吊り橋、え、何この吊り橋、やばい、何これ、え、何これ、これさ、吊り橋簡単に行ける場所、タムタム、何この吊り橋、静岡、あ、吊り橋遠いのかな、何駅だこれ、浜、なんとかた駅、空港の近く、な、読めねえな、吊り橋があるね、なんか湖、海、これ何これ、静岡観光スポット、吊り橋、なんだろうこれ、何これ、なんか写真撮りてえな、ちょっと遠いんだ、うん、誰かがね、車出してくれたりするとすげえありがたいんだよな。静岡リスナーいねえかな、車出してくれる。え、青の洞窟みたいなのあるんじゃない、これ、天堂ヶ島天窓堂、堂ヶ島天窓堂、やばないこれ、堂ヶ島天窓堂すごいじゃん。海沿い伊豆だ、あー、堂ヶ島天窓堂行きてえな、うん、城ヶ崎ちょっと遠い、伊豆はいい、伊豆寄るか、堂ヶ島って近い、堂ヶ島、堂ヶ島近いかな、なんかいい絵撮りたいよね、せっかくだから、伊豆に向かった方がいい。タムタムのじゃあ見舞い行ったら伊豆行くか、まあ日本のね、名スポットだもんね、伊豆って言ったらね、うん、伊豆、コメントがわかんねえな、ブロックだ、ごめんね、ラヒー、ごめんね、ほんとごめんね、ブロックだわ、ごめんね、うん、もうダメだわ、うん、何書いてるか全然わかんねえ。おー、アキラッパお疲れ。いや、もう俺最近ラジオだよ、もうあれだから、減らってるから、うん、アキラッパ、俺はもうね、もうダメだ、もうオワコンとかじゃなくて、もうほんと心折れた、もうオワコンでいい、もう本当にもう死んだ、和道は死んだ、もう無理、いや、もう無理、俺はもう無理、うん、もうね、配信に対するモチベーションがもう心折れそうって言い続けて半年経ったけど、気づいたら折れてた、うん、ボロボロだった。どれくらいボロボロか教えてあげるよ。鉛筆の芯だね、わかる、八百屋さんアイテムありがとう。鉛筆の芯ですよ、鉛筆の芯、あの、八百屋さん花火じゃん、ありがとう八百屋さん。鉛筆の木の部分と木の部分で真ん中が芯だけになってる状態。いやいやいや、同じやり取りじゃない、本当にだから折れそうだったの、今まではなんとかなんとかやってきたんだけど、折れてたの、実は。
もうクラッククラックですよ。俺の心のクラックが半端じゃなくて、もうああダメじゃんって、もうほんと、イワンうるせえよ、もうお前消えろ、ブロックな。はい、イワンブロックでーす、さようなら。うん、やめられないから困ってるんじゃないのねえ。やめられないから困ってるんじゃないのねえ。俺だってやめられるぐらいだったらやめてよ、マジで。俺だってやめられ、折れたのに続けてんだよ。折れた鉛筆で俺はアートを続けてるんだよ。ねえ、泣けてくるだろ、泣けてくるだろ。お前に何がわかんだよ、ふざけんじゃねえよてめえ。お前に何がわかんだよ、俺の何がわかりますだよ。お前に何がわかんだよ、お前めちゃめちゃ金もらってんじゃねえかよ、ふざけんじゃねえよ。お前に俺の何がわかんだよ、ふざけんじゃねえよ。お前ふざけんなよマジで。お前には俺の気持ちはわかんねえよ、絶対わかんねえよ。配信6年閲覧、俺なんかあきらっぱな狐枠で一言も喋らないで閲覧150、コメント走りっぱなし、俺一言も喋ってないんだよ。ずーっと狐枠でアンチコメント 99%、 アイテム0。俺ね、びっくりしたもん、成立しちゃったんだよ、ついに。一言も発せずラジオで狐枠でずーっとリスナーのコメントをね、音で流してるだけで放送が成立しちゃったんだよね。放送が、金魚姫ありがとう。わかる？誰かいる？今までいた？そんな配信者、一言も発せず閲覧100キープしてね、放送が成立した配信者いました？喋る必要なんかなかったんだよ、最初から。もう無理だよ、もう。もう何も悔いはないよ。伝説残したからね。ああ。一言も喋らず、枠が成立してしまう奇跡。何がわかりますだよ。うん。人の話なんか聞いてなかったんだよ、俺のリスナーは。俺の話なんか最初から聞いてなかったんだよ。気づいたんだよ。パントラの箱開いたかんね。うん。いやいやいや、もう八百屋さんね、もうね、本当にね、マジでね、ドスランプ。ドスランプ。マジでドスランプ。もうね、焦るとかなくなったよ。さすがに。焦りとかなくなったもん。あのね、もうね、あ、終わるとか、これから終わりそうとか、じゃないの。終わってたんだって。だからボクシングでいうところのあれですよ、必死に戦ってるけどセコンドが泣いてるの、気がついたら。セコンドが泣いてね、あれ、なんでお前リングにいんの、嘘だろ、嘘だよな、試合終わったのかよ、だよ。まだやれるって。いいから。もういいから。もういいからっていう状態だから。わかる？終わったんだよ。数少ないファンたちが。ワド、もういいからって。やれるって。やれるって。わかる？涙出るでしょ、うん。それが今の状況だよ。うん、ついよな本当に。あ、目から鼻水出てきた。俺あれだもんね、足立満、お前エルヴィンブロックするぞマジで、うん、あ、静岡じゃないか、ごめんごめん、うん、あゆえちゃんこんばんは。ああ、いやごめんごめん、エルヴィンがさっきのオープニングの煽りをもう一回やってきたのかと思って。っていうかさ、あのさ、エルヴィンさ、うん、あのごめんね、今日ちょっとイライラしてるから、ちょっと俺に囲い気味の人も八つ当たりさせてもらうけど、伊豆行くんですかって聞いてるじゃん俺に。
人の話聞いてる？本当にリスナーとしての役割よ。リスナーって日本語で聞くものとかだよ。リスナーって聞く人とか聞くものとか、リスナー、人の話聞けよ。本当に人の話よ、マジで頼むよ、頼むって。本当に、いやー、もうちょっとあれだわ、きつい時に見えてるもの、じゃあきつい、もう俺は今日何でも言うよ、本当に何でも聞いて、全部本音で話してあげるよ今日、何でも言うよ。今インタビューして、みんな、じゃあリスナーやめて、インタビュアーになって、インタビュアーになってください。インタビュアーよろしくお願いします。何でも聞いてください。もう心のオワコンでね、もう死んだ配信者の気持ちを話してあげるよ。終わった配信者の、終わった配信者を、何が聞きたい、俺の何が聞きたい、俺の、さあ聞きなさい、何でも答えてやるよ。オワコンの気持ちなかなか聞けないよ、オワコンの気持ちな、何もないだろな、何一つ出てこないだろな。みんなわかるかい、これがオワコンだよ。こんだけ熱意を込めて、こんだけ熱意を込めて振ってるのに、ミニクボ終わったんだって試合。もう振りっていう概念がなくなっちゃったんだよ、もう本当に。お通夜だよ、お通夜、お通夜、通夜、死体蹴りですよ、死体蹴り、死体蹴りが2週間続いたんですよ、死体蹴りが。いや、配信引退ないから、だから地獄なんだよ。一回甘い蜜吸ったかんね、俺は。甘い蜜を、蜂蜜を舐めちゃったんだよ、俺は。蜂蜜の味を覚えてしまったんだよ。で、周りは蜂蜜に、なんかもう蜂蜜だけじゃなくて、もうなんかメープルシロップとかいろんなもんに手出してんのよ。そう、やばいよ、ほんとこれからスランプだね、スランプだね。どうしてこうかな、ほんと。なんか全部が裏目に出てる気がする、全部が。プーさんびっくりだよね。挫折してからが本番でしょう。挫折してからが本番なの。そうなの、マジか、そうだったんだ。いやー、すごい深い沼にはまったな、もがいたな。もがけばもがくほどとはよく言ったもんだよ。いやいや、本当にね、もうね、奇跡を待つのに疲れた。奇跡を待つのに疲れたよ、本当に。俺多分ね、神様に会ったらマジで約束するわ、みんな。神様に会ったら俺約束してあげるよ。あ、ザ寄生虫って書いた人ブロックです、誰にも寄生してません。はい、どうだろうな、神様がいたらね、前歯折ってくるわ、命かけて。俺が約束してやるよ、神様がいたら、こんな世界作ってふざけんじゃねえっつって、俺神様の前歯折って死ぬわ、多分罰が当たるけど、絶対前歯折ってやるから、
そこだけは約束する。神様の前歯って呼んで俺のこと今度から、会話のキャッチめちゃめちゃしてるでしょ俺。会話のキャッチめちゃめちゃしてるでしょ。むしろしてるほどだと思うよ。いや、わかんない、それは八百屋さん、わからない。俺が何を求めてたのかも見えなくなった。正直俺は金を求めてたのか、閲覧を求めてたのか、名声を求めてたのか、やりがいを求めてたのか、何を求めてたんだろう、何を求めて俺はここに来たんだろう。マジでね、ほんとね、漫画だったら山ごもりを始めるよ本当に。富士の樹海とかで仙人に会いに行くとか、だから海王様とかに会いに行く感じだよ。わかる？修行編なんだろうこれ。すごいよ本当に。いやこのね苦しみはね、エセアカならわかる、エセアカと俺しかわかんないんじゃないかな俺手に取るように今エセアカの気持ちわかるよ。エセアカの気持ちすっごいわかるよ俺今なら。エセアカ、エセアカとつもうなんかしっぽり飲みたいもん。今ならエセアカと一晩中語り合える気がする。一晩中エセアカに会いてー。エセアカに会いてーなー。もうこんなんばっかりじゃん、冷やかし。こんなんいらないもん。ブロックでーす。応援する気がねえやつは去れ。いらねえわ本当に、マジで去ってくれ。楽しむ気がないやつと応援する気がないやつは去ってくれ、マジで頼むよ本当。まあエセアカはな、本当にこれ4500人もフォロワーいるのか。なんかね、もう俺もう自分の数字が信じらんないもん。これ水増しでしょこれ。本当は誰もいないんだろなあ。本当はリスナーなんていなかったんだよ。本当はフォロワー4500人なんか最初からいなかったんだよ。そんな気持ちさそんな気分さ僕は今。切ない、切ないよ。これ AI と喋ってたらすげえ寂しいよな。本当はもうとっくに人工知能なんか進んでて、AI と俺はずっと喋ってたんだよ6年間 AI と。で孤独を紛らわせてたけど気づいちゃったんだよ AI って。いやもうだからもういいよ、ミニクボさんやめて、本当にやめて、もうミニクボさんやめて。ミニクボさんのこと嫌いになりたくないからもうやめよ、やめよ、もうやめて。はいはい、タムタムゆっくり寝て。もうやめて本当に、本当だからもう折れたんだって。もう俺は折れたんだよ。もういいよ。沖縄配信のすごい綺麗な写真とその後の配信の楽しさでフォローしてました。最近は潜って見てましたが、今日アイテムを匿名で投げようとして間違えたらブロックされました。絶対嘘でしょ。 LINE 来たけど、どう思うみんなこれ。さっきブロック入れたやつなんだけど、
沖縄配信のすごい綺麗な写真とその後の配信の楽しさでフォローしてました。最近は潜って見てましたが、今日アイテムを匿名で投げようとして間違えたらブロックされました。どう思う？もうね、もう何も信じらんねえよ俺。何も信じらんねえよマジで。もういいよ、もうイライラするわ。はじめましてがこんなラインですか。いやもうね、もういいよ、限界だよ俺は。いやもうブロック解除しない、この人。 LINE もブロックしよう。すっげえ頭にくる。なんかすげえ殺意湧いてきた。ブロックしよう。